皆さんこんにちは。もったいないおばさんの簡単料理の中島きみ子です。山の幸、わらびとか山うどとか、ねまがりだっけとかね、これからまた楽しみが増えてきますけれども、今日は、このわらびのアクの抜き方を紹介したいと思います。どうぞご覧ください。準備するものは、重曹を用意いたします。およそ小さじ1杯くらいです。あとは、鍋に水を張りまして、沸騰させます。そうしましたら、少しこちらの切り口の方を硬いのでこのくらい切ります。わらびは取るときに一本一本丁寧に取りますので、大きなゴミとか汚れというものはないですけれども、気になる方はさっと水洗いしてもいいと思います。鍋が沸騰してきましたので、ここにおよそ小さじ1の重曹を入れます。それでから火を止めます。今沸騰して重曹を入れましたけども、沸騰した中に火を止めて直後にわらびを入れるんじゃなくって、少し温度が90度程度まで下がってきましたら、私はわらびをこのように入れます。そして、鍋に入る長さに切るのがいいですね。ちょっと大鍋の方がいいかと思います。小さい鍋ではこう全部この竹が入らないのでね、この程度でいいかなと思いますけれども、そしたらこのまんまもう半日ないし一晩置いときます。一晩置きまして、か半日か置きまして、ちょっと色が、黒っぽかったり黄色のような水の色が変わりますけども、そうしたら綺麗に水道水で流して、そして冷蔵庫に入れて食べるだけ分を切って、お浸しとかお料理味付けをします。10分ほど時間が経ちまして見てみますと、このようにわらびの茎の色も綺麗に緑色になりまして、もうアクも出始めております。注意しなきゃいけないのは、あまり沸騰した後直後に入れてしまうと、この先端の先の部分がですね、クタクタになってしまうんです。それでこうお浸しにして食べてもなんかクタクタになって美味しくないんですね。シャキシャキ感がないので、ほんのちょっと置いてからこのように入れると美味しいお浸しとしても食べれますし、お料理にも使えると思います。皆様本日もご視聴誠にありがとうございました。どうぞ山菜の季節を楽しんでください。